まさとです。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、お金のお話をさせていただきますね。で、お金、まぁ、ちょっと難しい言葉で言うと、貨幣、貨幣というんですね。で、このお金というのはですね、大きく分けると、二つの種類があるんですね。で、皆さん知っての通り、コインと紙のお金がありますね。で、コインのお金のことを、補助貨幣、補助貨幣というんですね。そして、紙のお金のことを、銀行券、銀行券と言うんですね。それで、紙のお金とコインのお金っていうのは、作っている場所がちょっと違うんですよ。コインを作っているのは政府だっていうことなんですね。なので、菅総理がお金を作りましょう、コインを作りましょう、10円玉いっぱい発行だとかっていう風に言ったら、コインをバンバン作ることができるんですね。しかしながら、お札というのは、日本銀行っていうところが作っていますので、菅さんが1万円札いっぱい作ろうとかって言っても、これ作れないっつう話なんですよね。まあなので、紙のお金とコインね、作っている場所がまずそもそも違うということなので、しっかりこれ理解しておきましょう。ちなみにこの日本銀行っていうのは何なのかということなんですけど、お金を作っている特別な銀行なんですね。まあ簡単に言うと、日本にはいろんな銀行がありますよね。例えば三井住友銀行とか、みずほ銀行とか、いろんな銀行があります。で、その銀行の中のボスの役割を果たしているのが日本銀行なんですね。これ後々ね、出てきます。金融のところで出てきますので、この日本銀行っていうのもね、しっかり頭に入れておきましょう。じゃあそもそもお金って何のためにあるのっていうことをちょっと考えていきましょう。ここちょっと理解しにくい部分ですね。お金の役割というのは、まず3つの役割があるんですね。まず1つ目が、交換の手段。交換の手段ですね。そして2つ目が、価値の尺度。価値の尺度ですね。そして3つ目が、価値の保存。価値の保存ということですね。まあなんかね、交換の手段は分かりそうなんですが、なんか他のはね、分かるようで分かんないっていう感じだと思うんですね。まずね、交換の手段っていうのは、お金を使って物を交換すれば簡単に特価一個できるよねっていう話なんですよ。例えばね、A さんっていうのがいたとしますね。そして B さんっていうのがいたとします。で、A さんは白菜を作っている農家なんですね。で、B さんは牛を育てている農家なんですよ。で、このね、A さんがですね、ある時、ああ、牛肉食べたいなーとかっていう風に思ったんですね。それで A さんは B さんのところに行って、白菜と牛を特価一個してもらおうとかっていう風に思ったんですね。それで A さんは、ねえねえ、B さん、ちょっとさ、申し訳ないんだけど、お肉食べたいから、僕の作った白菜100個と、君の牛1頭交換してよとかっていう風に言うわけですね。それで B さんが白菜食べたいなっていう風に思ってたら、ああ、いいよ、OKOK。って交換成立するじゃないですか。まあ、だけど B さんがもしもですよ、もしも白菜死ぬほど大嫌いだったとしますよね。白菜なんて見ただけで吐く気がするとかっていう風なレベルで、 B さんがもし白菜嫌いだったら、白菜を何万個くれるって言ってもむしろいらないわっていう話になってくるじゃないですか。こういう風に物々交換みたいな感じだとなかなか大変なんですね。お金がなかった時代というのは基本的にこういう感じで物々交換で物をやり取りしていたんですけど、これではいくらなんでも不便だとということでお金が生まれてきたんですよね。お金を使えば、たとえ B さんが白菜大嫌いだったとしても何万円か払えば A さんは B さんから牛を買い取ることができますよね。まあなのでお金というのは交換の手段に使われるってことなんですよ。はい、そして次がですね、価値の尺度。価値の尺度ということなんですけど、まずこの尺度って言葉なんだこれって感じですね。これは簡単な言葉に直すと、物差しって意味なんですね。物差しって皆さんは使ったことありますよね。小学校の時に、あれですよね、定規のことですよね。これ何センチあるんだろうとかって言いながら測ったことあると思うんですよ。つまり物差しっていうのは測りっていう意味があるんですね。長さを測るっていう意味合いもあるんですけど、例えば体重計なんかも物差しなんですね。体重計というのは体の重さを測る物差しなわけですよ。で、お金というのは価値の尺度ということなんで、物の価値を数字で表せるものなんですね。例えば100円のコーラと100万円の車、どっちの方が価値がありますかね？これはほとんどの人が車だって考えると思うんですよ。なんでかって言ったら値段が高いからですよね。値段が高いものというのは基本的に価値が高いっていう話なんですよ。まあなので値段を見るだけで物の価値がある程度わかるよということで、お金の役割として価値の尺度って役割があるんですね。はい、そしてラスト1個がですね、価値の保存。価値の保存というものですね。これ価値保存しておけるって言われてもなんだかよくわからないですよね。例えばですね、とある夫婦がいたとしますね。で、旦那さん
が一生懸命お仕事をね、毎日やっているので、奥さんがね、ああ、今日はちょっと美味しいものでも作ってあげようかしら、とかって言いながら、高いお肉屋さんに行くんですね。それで、すき焼きにしようとかっていう風に言いながら、めちゃくちゃ高いお肉を買うんですよ。1万円のお肉を買ってくるんですね。で、まあ、その他の食材をこう、いろいろ買って、旦那さんが帰ってくるのを心待ちにしているわけなんですね。で、そしたらですね、プルプルってこう電話がかかってくるわけですね。あ、もしもしとかっていう風に奥さんが電話に出るわけですよ。で、そしたら旦那さんから電話がかかってきて、いやーちょっと申し訳ないんだけど、今日ね、ちょっと残業になってしまって、家に帰れなくなっちゃいそうなんだわ、とかっていう風にね、まあ電話がかかってきちゃうんですね。え、私の苦労が、とかっていう風に、ここで一瞬思うわけですね。で、奥さんね、せっかくね、高いお肉買ってきたのに、旦那さんが帰ってこなくなっちゃったんで、食べれなくなっちゃったわけですね。それで翌日、この奥さんはですね、お肉屋さんにその買ったお肉を持って行って、すいません、これ返品します。1万円返してください、とかっていう風に返しに行くわけですよ。これ1万円返ってくると思いますかね？基本的に返ってきませんね。なんでかって言ったら、お肉っていうのは、そのまま放置しておくと、どんどん傷んできてしまうわけですね。放置してるとどんどん価値が落ちていくものなんですよ。だけどお金はっていう話なんですけど、お金って基本的に置いといても価値が減っていくことってないですよね。けどお金っていうのは置いといてもそんなに価値がなくなるっていうことはないわけですね。この辺にね、1万円札放置しといたとするじゃないですか。翌日になってたら5000円札に変わってたみたいなことってないじゃないですか。だからお金っていうのは放置しておいても価値というのは落ちていかないので、価値の保存っていう役割があるっていうことなんですね。で、こういう便利なお金というものをね、使って我々は生活をしているわけなんですね。1万円札、5000円札、1000円札、500円玉、こういったものを使って我々は生活を行っているんですね。こんな感じで今現在使われているお金のことを通貨、通貨って言うんですね。で、今現在使われていないお金とかっていうのもありますよね。例えば日本最古のお金である和同開珎とかありますよね。こういったものは今現在は使われていないので、通貨ではないっていうことなんですね。貨幣なんですけど、通貨ではないっていうことなんですよ。例えばお肉屋さんに行って、今日は和同開珎でお支払いしますって言ったって、絶対会計してくれないじゃないですか。まあなのでこういう使えないお金っていうのもあるんですね。まあちょっとそこら辺は区別しておきましょうということですね。はい、今回の動画は以上です。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ありがとうございました。